現在、インスタグラムに旅先での写真を続々と投稿しているリサ。海を満喫する様子や、街に佇む姿など、美しい写真の数々に多くの反響が寄せられている。今回リサは、プールサイドでくつろぐショットを投稿。パラソルの下や庭で安入な表情を浮かべたものや、ビキニ姿を鏡の前で写したものなど、キュートなショットを複数添えた。投稿の最後には、 ビキニ姿でプールを楽しむ一枚の写真が添えられており、脇腹には可愛らしい花をモチーフとしたタトゥーを入れていることがわかる。この投稿を受けて、ネット上のファンからは、可愛くてかっこいい、憧れる、スタイルがレベチ、タトゥーも似合ってる、など多くの絶賛の声が寄せられていた。現在、インスタグラムに旅先での写真を続々と投稿しているリサ。海を満喫する様子や、 街に佇む姿など、美しい写真の数々に多くの反響が寄せられている。今回リサは、プールサイドでくつろぐショットを投稿。パラソルの下や庭で安入な表情を浮かべたものや、ビキニ姿を鏡の前で写したものなど、キュートなショットを複数添えた。投稿の最後には、ビキニ姿でプールを楽しむ一枚の写真が添えられており、 脇腹には可愛らしい花をモチーフとしたタトゥーを入れていることがわかる。この投稿を受けて、ネット上のファンからは、可愛くてかっこいい、憧れる、スタイルがレベチ、タトゥーも似合ってる、など多くの絶賛の声が寄せられていた。